皆さんこんにちは武田学校講師の武田常康ですそれでは授業を始めますはい ABCD 法院もお敷かれまして日本はいよいよ参ってしまいました、えー、なぜならば90%以上アメリカオランダから石油を買っていたからですねで屑鉄の輸入もできなくなりそして在外資産も凍結されましたそうすると日本はですね あの国民生活も送ることができなくなりますだって日本では石油出ませんからね海外から石油を買っているわけですよなんならこの戦争だって戦車だって船だって飛行機だってこれ石油がなければ動かないわけですからね戦闘行為そのものもできなくなってしまうとするとこれ、えー、16年7月にね南部普通に進駐し対日経済封鎖そしたらはいあともう何ヶ月も経ったら国民生活も成り立たないし戦闘行為もできなくなってしまうじゃあどうするかって言ったら。 やってまうしかないわけですすいませんって言ってアメリカの言われた通りに全部聞いて丸裸になるかもしくは南方行って油田を抑えるとか何ならアメリカ叩くとか何回やらない限りもうこれ無理ですよ、まあ、ただね、えー、戦争を始めるっていうのは最終段階ですからここから猛烈な和平交渉が始まるわけです、えー、でも前回言ったみたいにルーズベルト大統領は日本に攻めてきてほしいわけだから。 そんなかかりままししたこれしますからす交渉させてくださいって言ったったらで冗談じ,じゃないとあんたの南部普通に進駐してたらふざけんなって言って何言ってもかわされちゃうわけですねそもそも和平をする気がないから日本に攻めてきてほしいんだからそれ日本が分かってたらねそもそもここまでいかないですからねからそんな罠に,、まあそもえー、罠に水日本自らはまってったわけですよ、えー、なアメリカの大統領もひどいですけども騙された日本人もダメですよ 何騙されてんだって話ですからね。分かりやすい立てつけでしょ。アメリカ日本から攻めてアメリカは日本から攻めてくれたらドイツ攻められるんだから。<laughs> もうウェルカムウェルカム叩いてくれ叩いてくれって感じよ。オールホ殴ってみる殴ってみるよってでバーン殴ったらはい警察みたいな感じですよね。あ <laughs> れよくあるじゃないですかその学校でね。 えー、中学だか高校だか忘れましたけども以前事件でありましたよ、えー、生徒がね生きがって先生に「おら殴ってみろ殴ってみろ」って言って先生がカーッとなって殴ったらはい最後、はい、警察が来て「はいもう、まあ、その先生退職ですよね、えー、生徒を殴ったで終わりですわ」それと一緒に殴ってみろ殴ってみろってアメリカが言ってるわけですよ殴っちゃおしまいなわけですよねえー、それを殴っちゃったわけだからねはいでどうするかといったらまあ今日のとこですね、えー、もうこれは えー、戦争準備をしつつ和平交渉をするってことになります、えー、和平交渉がいよいよ駄目で、えー、戦争準備したんじゃ遅いですよだってもう石油入ってこないんだから何ヶ月しか持ちませんよだからもうあくまでも戦争する準備をしつつ和平もするとで和平がなればいいけどもならなかったらそのまま戦争ですよね 和平の可否を何ヶ月も重索くしていよいよだめだ、じゃあ戦争って言って急にできませんからやっぱり準備が必要ですからねもう対米戦争の準備をするというそういう流れに入っていきますはいそしてえー、っと昭和16年の9月3日、えー、アメリカとの戦争を準備するという国策が決定しました、えー、決定したのはこれ大本営政府連絡会議です大本営というのは統帥部ですねえーえー、っと 陸軍の参謀本部と海軍の軍令部ですね、この2つが戦時体制では合体します、それを大本営と言いますね、これは統帥と政府ですね、統帥部と政府の連絡会議、ここで国策が決定していきます。昭和16年9月3日、帝国国策遂行要領というものが可決されました。これはままずアメリカとと戦争すするためめの準備を始めますよと でも和平もしていきますよとで和平がなれば戦争はしませんが和平がならなければそのまま戦争に突入していきますという、まあ、そういう内容でした、はいえー、この2日後ですね9月5日に、えー、こういうことが決定しましたということで、あのー、この3人が来るんですよ宮中に近衛文郎総理大臣杉山一参謀総長長野修軍令部総長ね 陶水の責任者2人、陶水部長2人ですね、陸軍、海軍、それからこれ、政府のトップですよ、政府と陶水部のトップ、これが3代しまして、このね帝国国策、遂行要領が可決されましたということを報告に上がります。で、えー、まあこれはあのちょっと2段階あるんですけども、内装と上層ってあるんですね。えー、っと <coughs> 内装と上葬ってありまして上葬というのは天皇陛下にに最終的に最下を仰ぐことなんですね上葬があると「採下する」「採下しない」ま「あ、どっちかになる」ま「あ、全部採下されるんですけどね」「上葬というのはそういう正式な手続きですそれに対して内装というのは上葬の前にあこんなことが閣議決定されましたので一応事前にご覧に入れますというね。 事前に見ていただくこれが内装ですで上層は正式に上がってきてはいさいというだけですからここではあんまりやり取りはないんです内装の時にいろいろ誤過問があるわけですよこれどういう意味なのかこういう場合どうするんだここまでちゃんと考えているのかいろんなこと誤過問があるわけです上層はこれ却下されません内装も却下はないんだけども強烈な質問が来るんですよ まあ昭和天皇はこれ憲法を大切にしてますから天皇の政治的発言とかこういうので政治を変えるっていうのはやっぱりいけないって分かってますで上層されたものを却下したらこれそれこそクーデターになる可能性ありますからね上層まで行ったら却下はないですただ上層前段階ではえこういうことは考慮しているのかとかえいろいろ誤家門があるんですね、えー、でもうたじたじになっちゃったりすることがあるわけですよ大臣たちが えーえー、それで分かりましたもう一度練り直していきますというここで、ね、やり取りあるんですねで昭和天皇もこれ気に食わないだめだとかそういうことは憲法上おっしゃれないわけですねあくまでも御で「御家紋」です御家紋はい「御家紋」というのはこういう字ですね「御家紋」天皇陛下が質問をなさることを「御家紋」と言います これはどうなのか、あれはどうなのか。で、昭和天皇があまりにも鋭い質問をしてくるもんだから、もう政府とか軍の担当者は毎回も想定問答集作って、まあ今の国会みたいですけども、これを聞かれたらこの資料を出すとか、これを聞かれたらこう答えるって万全の準備をしていくわけですよ。結構痛いところを昭和天皇がズバズバ拷問をしてくるわけなんですね。はい。まあそんなんでですね、この、えー、これ対米戦争の準備ですから。 これを内装するっていうのはやっぱこう緊張感がありますよね、はい、9月5日この2日後ですね9月5日内装があったんですそしてその翌日に上層があるんですけども、えー、内装に来たのはこの3人でしたそのやり取りが、まあ、杉山一参謀総長がこれ日記を残しているので当時のこの内装の様子がありありと伝わっていますこんな様子でした <laughs> まあこれはまさに戦争計画ですからね 天皇陛下はやっっぱ外交優先だと思ってるわけですねでも中身は戦争優先なんですよ、えー、もし外交交渉をうまくいったら止めるけどでもまあこれ戦争計画ですからね、はい、それに対して昭和天皇は、ね、ご不満なんですねこういうことをおっしゃいますなるべく平和的に外交でやれ外交と戦争準備は並行させずに外交を先行させようこのように昭和天皇はおっしゃるわけです そしたらですね、はい、陸軍の参謀総長、ね、杉山一がこういうふうに言うんですねえ。本国策要領の趣旨は外交の推進にあります。戦争はどうしても外交交渉がまとまらぬ場合の手段であります。と答えてしばらく問答が続くんですね。ここから昭和天皇の質問攻めが始まるわけですよ。<laughs> はい、こういうふうに聞きます。南方作戦は予定通りできると思うかそしたら答えます。 海軍と共同研究の結果によれば南方領域攻略作戦は大体5ヶ月にて終了し得るものと考えておりますフィリピン1ヶ月半マレー約100日それにランイン攻略を入れて約5ヶ月と見ますはいちゃんと準備してますから答えるわけですね昭和天皇は質問をします予定通り進まぬことがあるだろう5ヶ月というがそうはいかぬこともあるだろう従来陸海軍で数回研究しておりますので大体の予定通りいくと思います はい、こういう色々聞くけど、バン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 答えてくるわけですね。<laughs> 上陸作戦はそんなに楽々とできると思うか？はい、それに対して楽とは思いません。が、陸海軍とも常時訓練しておりますので、まずできると思います。はい、何を聞いてもできます。何を聞いても問題ありません。というのに対して、徐々に昭和天皇はね、えー、不満を募らせていくんですね。 九州の上陸演習では船がしし非常に沈んだがああなればどうか、はい、あれは敵の飛行機が撃滅される前に船団の航行を始めたからであってああはならぬと思います天候の障害はどうか障害を排除してやらねばなりませんで昭和天皇も何かあらがないかと思っていろいろ聞くんだけど ババンバン答えできます問題ありません大丈夫ですっていう最後聞くことがなくなってくるんですねでしばらく沈黙があって予定通りできると思うかこう聞くんですねそうすると一瞬杉山が詰まった瞬間にですね昭和天皇が大変きついことを言いましたお前は品事変勃発時に陸軍大臣として紹介石はすぐ参ると言ったのを記憶して いるだが4年の長きにわたりいまだやれぬではないかズブーって感じですよねあの時陸軍大臣だったんですよすぐやれるって言ったじゃないとでも4年以上できないじゃないかと何言ってんだというあまりそれまでできますできます問題ありませんというからいやお前できてねえじゃねえかって話ですよこれは突き刺さりますよねはい。 えー、もうほとんどですねもう天皇陛下から嘘つき呼ばわりされているのと一緒ですからね、えー、それですっかり杉山恐縮しちゃってですねなんて言ったかいや、あのいやーシナはお口が開けておりますのでって言っているわけですよそしたら昭和天皇、なんて言ったと思いますシナのお口が広いというなら太平洋はなお広いではないか。はいもうこれで はじめは何も言い返せなくなってしまったんです。天皇陛下に嘘つき呼ばわれされ言い訳したら「太平洋もっと広いぞ」と言われ「いやこれまでいや5ヶ月でできます」とか言ったけど「嘘つきできなかったじゃないかもっと難しいじゃないか」ねもうね杉山一もう黙ってしまったんですね。はい、それでししばらくシーンっっってしまっててなま <laughs> それでついに何か言わなきゃ何か言わなきゃと思ってたんでしょうね長野治美、まあ、この人海軍ですけども助け船を出すわけですね、まあ、海軍だけに助け船を出すわけですよ。水部としして大局より申し上げます今日日米の関係を病人に例えれば手術をするかしないかの瀬戸際に来ております。手術をししないでこのままにしておれば だんだん衰弱してしまう恐れがあります手術をすれば非常な危険があるが助かる望みもないではない糖水部としてはあくまで外交交渉の成立を希望しますが不成立の場合には思い切って手術をしなければならんと存じますこの意味でこの議案に賛成しておるのでありますまあこういうことを言うわけですねそしたら一応杉山はじめも一応一言言うんですよこのままでは 日本の国力は衰退するばかりですまだ力のあるうちに国運を交流させ困難を排除しつつ国運を打開する必要があると思いますはいその後昭和天皇はですね大きな声を出します絶対に勝てるかで聞くんですね絶対とは申しかねます杉山はじめねしかし 勝てるさのあることだけは申し上げられます。そして昭和天皇が呆れた様子で、ああ分かったと言って出て行ってしまったというですね。ま、え、あ、ー、こういうやりとりがあるわけです。っていうか手術しなきゃいけない状況まで誰が持って行ったんだって話ですよ。えこのまさっきえ、ね、このね南部普通に心中より前はいここだってねこの一ヶ月前ですよ。 ニスと中立力結んだ後にね、ドイツがソ連を攻めた、だったらこれ破ってソ連を攻めときゃよかったじゃないですか。そしたらアメリカと組めたわけでしょう。これで進駐しなければ全然アメリカがね、なんか拳振り上げる理由なかったんだから。ねえ。 でですすねこの人たちですよ <laughs> 最後の最後になって手術しなきゃいけないじゃあそこまで持ってったのはお前らだろうって話ですからねで,で戦争の入り口に立っちゃって「すいませんもうこれやるしかありません」って「いやーこんなことになると思ってなかったですもうやるしかありません」って何を言ってるんだって感じですよ。ほら経済制裁きたじゃないかと。 ええ、昭和天皇はそのそのそのもうね日国日独伊三国同盟もあんな国と手を組んで大丈夫かとおっしゃったで進駐するって時にアメリカが経済制裁したらどうするんだとおっしゃったその通りになってきたそして今回できるできる勝てますって言うから本当にできるのかちゃんと予定通りできるのか「できますできますできます」できますって言うから「何を言ってんだお前4年もかかってできないじゃねえか」ってなるわけですから。 <laughs> 本当にもう昭和天皇言ってることはまさにその通りですよ。えそれで「やれもうね陛下のために」とかなんとか言いながら「踏みや雅覚悟あります」とか言いながらねとっとと自分だけ逃げましたよね。何の覚悟もないじゃないですかこの人はまあお家さんですからねこの人はね。はい本当にこういうのを見てると私にもイライラしてくるんですよ。この結果どうなったと思います300万人死んだんだですよ 東日本大震災で何人死にました桁が2つ違うんですよこの人たちが死ぬ分には構いませんわ300万人ですからね日本人300万人死んでんですよこの人たちのせいですわこういうことをなんで学校で教えないんですどこを間違ったか何を間違えたのかちゃんとやんないとここから学び取んなきゃダメでしょう こういうところをしっかり学ぶことによって日本はこれからどんな厳しい状況に立たされてもどんなに想定外の事態に至ってもちゃんとですね難を振り切って戦争を避けることができるんですよ。戦争というのは絶対にしちゃいけないんです。ね、何歩先を読んでね だ目先だけではダメですこう。完全に目先ですよね、これ。この人たち、完全に目先。ああ、こうなった、ああ、こうなった、こうな気づいたら戦争の入り口に立てて、もう回避できませんって。そんなバカなことありますか昭和,昭和天皇だけです、先を読んでいたのはえ。やっぱりね、国際情勢をしっかり読み解く力を持って、先を読む力をですね、養っていかなきゃダメなんです。そういうことが、この戦争の歴史から学ぶべきことなんです。どこを間違えたのか 誰がどんな判断をしたのがいけなかったのかここはオブライトに包んじゃダメです徹底的に責任追及しなきゃダメなんですよ昭和天皇だけが正しく物事を見てらしたということが分かりますねはい、えー、そこでですねこの内装はねまだやれぬではないかとかね言いながらたじたじになってそれでも「やりますできます!」って言って「ああ分かった!」で終わったわけですけども翌日上層の「 時があるわけですよそこではっきり言ってね内大臣の木戸浩一相当怒ってます、はいえー、で内大臣って何かと言いますとこれ宮内大臣と内大臣ってこれ別なので混同しないでくださいまあ、宮内大臣って、まあ、今でいうとこの宮内庁長官みたいな宮中の、ね、ことを仕切ってる役人さんですけどもこれは宮内大臣ですそれに対して内大臣これ全然別です内大臣というのは 天皇の政治向きの秘書ですあの <laughs> 要するに廃越を取り仕切るんですね、えー、結局ほらね、行政と統帥は分かれてますよ統帥だって陸軍海軍で分かれてる行政も外務大臣陸軍大臣海軍大臣総理大臣それぞれ分かれてますよねそれぞれ諸葛事項があるわけですよ全部が集まるのは天皇ですよね この天皇の政治向きの秘書、ね、廃、えー、越拝謁案件を処理するのは全部木戸光一ですから、内大臣というのは、まあ、平和な時であれば、そんな、ねえー、重要な用務はないのかもしれない。でもいざ戦争となればです、ね、この内大臣の差配というのは大変重要な意味を持ちます。それから昭和天皇は木戸光一を心の底からそあの信頼しているんですね。また、ね、この木戸公一という方は 頭のいい方なんですあこれ木戸公園の孫ですよ桂小五郎ね、えー、長州の桂小五郎木戸公園と言いましたでしよ幕末でねあの木戸公園の孫ですえ木戸公一でこの人がいなければ多分今の日本はないと思います、えーえー、でこのね木戸公一というのは近藤文丸の同級生なんですよ学習院で <laughs> で、この方、京大に行くんですけどね。同級生。で、この木戸孝一という人はですね、あの、結構政治経験が豊かなんですよ。えー、っとですね。木戸孝一は、うん。学習院から。 京都大学にに進んんでで農務省に入省入すするんですねそれから昭和5年に牧野信明、えー、内大臣ね当時牧野信明がのあのこの人総理大臣もしますけども、えー、牧野信明が内大臣だった時に木戸光一が秘書官庁を務めています、まあ、この、ね、木戸光一の卓、ね、越した情報収集と情報処理能力はその時の内大臣の秘書官庁を務めていた時代のですね、えー、にあの養われたというふうに言われています、えー、まあこの近衛文明は 総理は学生からの同級生です、えー、それから、えー、このね、近衛文麿総理の下で、えー、木戸浩一、文部大臣を務めたことがあります、その後厚生大臣も務めたことがあるんですね、それから平沼喜一郎内閣の時も、えー、内務大臣を務めてます、もう結構 <laughs>、政治的にはですね、閣僚も歴任してますからね、そしてこの時に長い間、内大臣を務めるんですね。 そしてあの、えー、この9月6日の時点で、この帝国国策遂行要領が決まったって木戸浩市聞いたときに、怒るんですよ。何、こんなこと急に決めてんだって言ってね、この時にね、近衛文雄に言うんですよ。これは大変なことだ、この帝国国策遂行要領にね、これは大変なことだと。えー、改選の決定ではないかと。今まで何の話もなく、この重大案を突然陛下に申し上げても、 陛下はお考えになる時間もなくお困りになるのではないかと急にこんなこと決めてるのどういうつもりだっていうことをですねこの f m やろに言うんですねいやでももうこれ台本営政府連絡会議で決まっちゃったことですからもう変えられませんとか言っていやこの日付だけでも消せないだからいやそれもできませんとか言ってそれでさっきの話ですわ太平洋はなお広いではないかというふうにやっぱり昭和天皇怒りましたよねこんなもんいきなり出されてだからこそ荒探しをしてですねいろいろな質問を投げかけて で、できます、できます、だい、だい、大丈夫です、できますって言うから、ほんまかいなと、別に関西弁になる必要はないんですが。<laughs> 本当にですね、昭和天皇の,の,の、の不機嫌な様子がですね、この杉山はじめの、メモからですね、伺い知ることができます。では、ここまでです。はい、それでは、こちら、チャンネル登録をお願いします。